分かりにくかったのと思うので、もう一度ちゃんと説明しますと、その菅さん周辺のね、秋元さんとか河合さんっていう人たちは、実はそのうちがそのエロアスカさせられへんように動いてくれてあって、ね、この後の時代いつもうちエロアスカさせられてたでしょ、みんなに。それも秋元さんの方ね。でカジノの方にそのみんなの注意をそらしてあって、エロアスカの方にみんなの興味がいかんようにね。で、河合さんの方は実は、大和広告の、岡山県のね、大和広告の準備ですわ。それで行き合ってん、実は。で、じゃあそれでいいでしょ。解決してね、そのジョン・タイター予言のね、それまつわる話だからね。ジョン・タイターって実は、ドナルド・トランプその人やねんけどね、未来予言で有名でしょ。で、とりあえずその軽めにこういう説明しとくからね。